は3種目目の平均台に入っています。日本の小菅真理選手が出てきました。さあ小菅選手の平均台です。なかなか入りもいいですね。はい、世界選手権でも平均台安定した演技を見せてくれましたので、今日も期待したいですね。はい、ここは小菅選手の見せ場なんですね。はい、後方伸身宙返りの3回連続という国際的にもまだ数少ない連続技です。はい、女子の方の出場資格は12歳から15歳までになっています。小菅選手は15歳高校1年生です。アメリカインディアナポリスで行われた世界選手権では女子の個人総合12位という好成績を挙げました。相当あれが自信になっているようですね。そうですね、昨日も私演技を見させていただきましたけれども、はい、もう15歳ジュニアというにはもうベテランにも入ってくるような落ち着きのある演技になってきましたね。そうですね、はい、平均台も安定した演技を見せています。小菅真理140センチ35キロです。連続ですね。もう一つの後方伸身宙返り両足立ちですね。平均台ゼッケン1番ディアナ・マルツァードイツ。昨日の個人総合ではこの大会17年ぶり、岡崎里子選手以来17年ぶりの優勝を果たしています。さあ小菅フィニッシュに入ります。フィニッシュはムーンサルト通り見事に決まりました。やはりもう内容は国際に十分通じるものがありますね。そうですね、はい、いいですね。はい、小菅選手見事な演技で得点が 9.800 と出ています。東出さん、はい、大熊さんどうぞ。この小菅選手ね、先ほど自信が出てきたんじゃないかという話ありましたけれどもね、世界選手権を経験して本人の言葉ですと、前よりあまり緊張しなくなったという話なんですね。そうですか。で、世界選手権に出場して世界との距離は今まで自分が思ってたよりちょっと近づけたかなという感じだそうですね。そうですね、ただここからが大変ですよという話でした。そうですか。はい、今日も素晴らしい演技を見せています小菅選手です。国際ジュニア体操生中継でお送りしています。